今分けさせていただいたんですけど、はい、この人形とこちらと、はい、こちら、はい、とこちらとこちらとこちらはバルサしないです、はい、こちらがバルサします。特にこの2人、どうしよう、合わない、捕まえてよ、逃がさないよ、どうしよう、なんかあれ入ってる、どっから入ってるんでしょうね、誰、名前わかる、教えない、教えない、いいよ今教えない、この二人、これは多分どこから入ったんだ、ちょっと悪さする人たちです。何悪さ考えてるの、何だろう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、頭痛くなったら大丈夫です。圧も何もないです。こうすごいこの物で埋め尽くされておりまして、今ではこうやってあの座ったりできるようになったんですけど、本当にあのベッドだとか物がとにかく多くて、あの部屋の屋根ぐらいまでぎっちりだったんですよ。はい、で二人でここまであの物を捨てて、でそういう作業をしてる時によく二人であの他県の家に帰るんですけど、はいはい、ものすごい頭痛くなって二人で、最近はまあ慣れたのか、はい、ならなくはなったんですけど、当初この部屋来たての時は本当に頭痛くなってました。頭痛くなってどれくらい取れました？高速道路乗ってだいたい1時間半ぐらいかかるんですけど、はい、高速乗って40分ぐらい、もう家からどんどん離れるにつれて頭が痛くなくなってきました。どうしよう、でもなってた、わかります、なるのは大丈夫ですか、すごい、あ、本当だ、猫ちゃんが、ね、猫が追ってきました。教えて、本当に珍しい、珍しいです、ね、びっくりするぐらい珍しいです、うん、教えて、あ、来た、来た、うっそ、あ、教えて、すごい、すっごい、絶対ありえなかったよね、絶対ありえなかったです。はい。あれ。すごい。ここここ。あれ。来るかな。人形見たら向こう見ちゃいました。行っちゃいました。と。抱き上げもかわいそうですもんね。縛るもの。気になってたのが、ビニールになんか入ってる人形とかがないかなと思ってまして。ビニールですか。まあ、姉から聞いてるのは、この、うん、人魚だけだったんですけど、いいですか、こういうところも何もないですか、あ、上にですね、はい、私がちっちゃい時に、はい、おばあちゃんからもらったあの兜
5月の節句の、それは入ってると思います。どの箱なのかっていうのがちょっと分からなくなってしまいますが、あ、いいですよ、ここからは何もないですか。あとは、まあ、なんか箱があるんですけど、ね、これは何が入ってるのかちょっとわからないです。頭痛いとかズキズキ痛くなるんですね。そうですね。ズキズキ痛くなってました。痛い。はい、どうぞ。これってどっからもらったんですか。私全く分かんなくて、はい、今清平先生に人形があるかって言われて、私ないと思ってたんですよ、はい、なのでちょっと出どころは分からないですね。ただこういった人形関係は、大体おばあちゃんが、はい、私、いとこ、とうとうも合わせて7人ぐらいいるんですけど、大体おばあちゃんは、その上のお姉さんから、うちもそうなんですけど、大体買ってくれてて、それ以外でもらうっていうのはほぼないと思います。魂が入っちゃってるんですよ。おそらく頭痛いのはこっちだと思いますよ。あ、本当ですか。こっち
回考えます。で大丈夫ですか。木の話するんでしょっけ。あ、そうだ木ってどこにあるんでしょ。あ、誰ですか。私が、はい、本当にすっきりしますね、こっちに来ると、はい、圧迫感がないっていうのも分かりますけど、はい、ここの部屋に例えばここタンスを想像したとしても、はい、なんでしょうね、なんか、はい、気分がすがすがしいというか、はい、こっちに移ってからはもう全くそういったなんか外に出るとか、むしろあのこっちに来たら仕事も見つかり、あの楽しくてっていう全然違う風になりました。姉も向こうからこっちに移ってきたらすぐ結婚して、はい。仮装でここ良かったんでしたっけ。いや、そうでもないです。あの最初に京明先生のところに行かせてもらったときは、はい、2階はもうほぼあのないんじゃないかっていう。お姉さん結婚した何年ぐらい前ですか。もう何十年も前ですね。今のやつは20年周期で仮装版って変わっていくんですよ、はい、仮装って言いまして、築年数と玄関に入る正確な方角、またマンションであればマンションに入るエントランス、正確な方角から計算していきまして、20年節目に曲数って変わっていくんですけど、2024年の2月から9運ってものに変わるんですけど、その前の20年間は悪かったってことですもんね、はい、20年前は20年前はちょうどあちらからこちらに移設してきて頑張り始めてたぐらいだった。だったらここがその20年近くが悪かったので、その前はもともと良かった部屋なので、そこは良かったのかなと。違う人、はい。わかりました。それでって言い方したんで、あ、そうそう、ガキにしたら大丈夫ですよ全然おりますでした、はい、柿の木、もう柿の木っていつからあるんですか。もうあの家を建てた時から。なぜ植えたのか私わかんないですけど、引っこもる前とか、はい、すみません、引っこもりって何か見ました。あ、全然大丈夫です。柿の木の高さってわかります。ここよりも下だったと思います。そんなに育ってなかったと思います。もともと柿の木は人の頭を意味しまして、はい、1階よりも高いところにあると悪い作用って出やすいんです。また家のお家から見て5メートル以内にあるとやっぱり悪い作用って出やすいです。切ったりしたらなんか悪いことになったりするんですか。切ってしまうとその人に災いが起きやすいというふうに言われてしまいますので、だったらお寺関係の方に呼んでいただいてお祓いをして、お寺の方に最初断髪式みたく切ってもらって、あと業者に切ってもらう。あの母が先ほど話させてもらったんですけど、母がその大体この発作みたいに頭が痛くて吐き気がしてめまいがして母ちゃん動けないんだっていう時が多々あったんですけど、その時大体庭の手入れをして高枝切りばさみでガンガン切るんですよね。その時おそらくなんですけど、その柿の木も切った後に必ずそうなってて、はい、やっぱり直接関係あったのかなって今思いました。そういうふうに言われてますし、僕のお客様も意外と柿の木を切ってる最中に亡くなったりとか、はしごがずれて
で倒れて運ばれて頭ちょっと打ってとか、柿の木があるとやっぱり統計的に見ても良くないので、なるべくならあるんだったら2階の高さよりも切る、 2階の高さよりも切る、はい、1階の高さに合わせていただければ少しは軽減できるのかなと、うん、先生なんで柿の木ダメなんですか。柿の木と松の木は人の頭を意味するんですよ。なのでちょっと悪い作用って出やすいです。特にここまで高いと、ここの柿の木よりも下の人が悪い作用が出やすいんです。つまり1階にいる人。ああ、なので2階まで高くなってしまうと、より1階の人がそういった頭関係をやりやすいので、低くした方がいいっていう理由になります。じゃあこれを今後なくすってなった場合は、切るっていうのはやっぱり抵抗があるかもしれないんですけど、はい、長いでも なくしたいです、はいはい、今後お子様も、はい、というふうに考えた場合、一応デメリットになってしまうので、はい、抜いて他に欲しい方に渡していただいていいのかなと思います、はい、その際僕の方でやらせていただきます。ありがとうございます。どうしよう、こんなことありえなかった、一度もなかったんですけど。何ちゃんって言うんですか。ミンミンです。ミンミン、はい、でお母さん、お母さん猫もいるんですけど、一切出てこなくて。お母さん、ミンミン、お母さん猫はこの家のどっかにいるんですけど全然出てこないんですよ。もともとは野良猫 でこの子は庭で生まれちゃって、この子だけ引き取って、はい、母親とこの子だけ引き取ったんです。ただ母猫が全然出てこなくて心配になっちゃっていて。お母さんは、お母さん、お母さん、すごい、お母さん見たときないんですか。あります。たまに出てくるんですよ。最近は見ました。最近見てないんです。ご飯の量とかは減ってます。あ、減ってます。お母さん今まで通り、今まで通りかがちょっとわからないんですが、お母さん、いや本当に心配で、この子は目の前に出てくるんですけど、お母さんがほとんど出てこないので本当にいるのかどうかが分からない。お母さんどこ。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。この度僕のお弟子さん天高新たな YouTube チャンネルが始まりました。よろしければチャンネル登録ご視聴のほどよろしくお願いいたします。晴海剣豪関コーナーは上門美穂、そして橋本京明含め僕たち陰陽寮をこれからもよろしくお願いします。